氷山遺跡。氷山遺跡は、宮城県仙台市大白区氷山にある、古代の館が、役所跡。国の史跡に指定されている、指定名称は、仙台氷山館外遺跡群氷山館が、遺跡氷山廃寺跡。七世紀中央から八世紀前用、おそらく七百二十四年までの間に、愛機館が、それに続く通機館が、通機と同時期の氷山廃寺。 まれた愛機関川、古代城作の遺構、通機関川、多賀城、宮城県多賀城市に先立つ道の国国府の遺構と推定される。なお、当地は中世になると南北に通る東海道と北目城との間の広がる北目城下町になっていたと推定されている。道庁は伊達政宗により仙台城下町の建設に伴って、 城下の北目町に移転させられた。郡山遺跡は現在の宮城県仙台市大白区郡山2丁目から6丁目にあたり、かつては道の区国名取群に属した。仙台市南部を流れる名取川と広瀬川との合流点付近、両河川に挟まれた自然堤防上で JR 東北本線、長町駅の東側に広がる住宅地の中にある。周囲一帯には、 遺跡が多く、遺物埋蔵地が互いに隣接、連結する。氷山遺跡はその中の一区画である。遺跡は二時期の遺跡が重なっていて、古い時期、愛期の年代は7世紀半ばから同末、新しい時期、通期の方は7世紀末から8世紀初めである。氷山遺跡の西にある、富沢遺跡は、弥生時代の水田、集落遺跡である。氷山遺跡からも、 弥生器が見つかっている。下から順に、弥生時代前期の青木畑式土器、中期中央の先山式土器、中期末のマスガタガコイ式が出土した。中期中頃以前の水田跡も見つかっている。南北620メートル、東西400メートル以上の規模で、建物の基準線は、真北から西に50から60度傾き、南東辺を正面としたらしい。 外角は材木を並べて建てて作った塀で、全体の形は長方形。長い辺が560メートル以上、短い辺が295.4メートルある。4辺のうち北東辺だけが見つかっていないので、長辺の正確な長さは不明である。総面積は16ヘクタール以上である。内部は板辺や材木列で区画され、区画の中に複数の建物が多数建てられた。 成長と思われる大規模な掘立柱建物の中枢区と、その周りに総柱建物の総国、掘立柱建物と、縦穴建物の北雑舎、南雑舎、縦穴区があったことが判明しているが、まだ全体の一部しかわかっていない。北雑舎の南には、単ヤ工房があった。発掘された土器の中で多数を占めるのは、地元のものだが、関東系はきもあり。 アスカスリー式と呼ばれる、機内計波時期も少数出土している。この漢画にも、都から役人が下校していたことがわかる。年代は、7世紀中央から7世紀末用と考えられる。建物配置と倉庫群の存在は、律令成果の国画とは似ず、むしろ軍画と似るが、軍画にない内部区画がある。古墳時代の大集落であった南小泉遺跡が、 愛機漢画の造営と入れ替わりに規模を縮小したことが指摘される。7世紀後半における大和朝廷の道の区国経営における重要拠点であり、初期の道の区国府とする説があり、名取評価と道の区国府を合わせた施設とする説もある。通機漢画は愛機の建物を取り壊し、これと重なる位置に薪田を基準にして造営された。紙幣の位置が判明している。 全体を囲う外角は南北422メートル、東西428メートルで、ほぼ正方形で総面積約18ヘクタールで、材木米と大溝からなる。平和太さ約25内し30センチメートルの柱を隙間なく縦て並べて作ったもので、その周りの溝は幅約2.5メートル、深さ約60センチメートル、溝は材木列から9メートル離れて、 外側をめぐった。南辺中央部には、門関、南西隅及び、西辺の2カ所で、櫓状建物があった。南門以外の門は見つかっていない。中央やや南寄りに、成長の正殿と推定される東西に長い、四面ひさし付きの大規模な堀り柱建物がある。その北に石を敷き詰めた場所があり、北東に石組池がある。 池の北と西にはやはり石組みの溝が取り付いて水を通した。建物は外角の南側の外にもあった。南西には同時期に付属寺院、氷山廃寺が造営された。ここからは多賀城と似た河原が出土している。出土した土器は八世紀以降の道の区国府である多賀城の初期の土器より古い。 基本的な配置が律令成果の他の国府と同じなので、多賀城以前の道の区国府と推定される。しかし、石組池は他の国府に見られない特徴で、類例は飛鳥の石神遺跡にしかない。江戸の複属儀礼に伴う禊ぎに用いるものではないかとする説がある。通気漢画の年代は、7世紀末用から8世紀初頭と考えられており、 多賀城創建前後に廃絶した。人気元年724年に多賀城が作られたとの多賀城費の分に従えば廃止はこの年である。氷山廃寺は8世紀後半まで存続した。氷山遺跡からは後に氷山廃寺と名付けられた場所から多賀城のものと似た瓦が見つかっていたが長く調査の手がつけられなかった。1979年 昭和54年に仙台市教育委員会が調査を開始し、廃寺と廃木、通気の漢画を確認した。以後、数十時にわたる発掘調査が実施されている。発掘当初は、道のく国府説と並んで、名取郡の軍画や文献に名が出ない上作ではないかとする推測もあったが、現在では、通気漢画を多賀城以前の道の区国府とするのが定説である。 1987年、昭和62年には、灌漑遺跡の仮層から、弥生土器が見つかり、灌漑以前にも集落があったことが示唆された。遺構は、地表面から3から5メートル程度の深さに位置している。かつて一帯は、水田地帯であったため、損傷を受けることは、ほとんどなかった。現在は、市街地の下にあり、工事の時に小区画を調査するしかない。 氷山遺跡一帯には高層建築が許可されていない。現在、一部は長町副都心、明日と長町の範囲に含まれ、土地区画整理事業及びそれに伴う発掘が行われている。隣接する遺跡、西大畑遺跡、西大綿遺跡、地元では西田場、竹と呼ばれることが多いや長町駅東遺跡は、 郡山遺跡に勤務していた人々が生活したものと考えられる住居跡などが発見、発掘されたが、旧国鉄町町レールセンター、及び旧国鉄長町貨物ヤード、共に、すでに廃止の建設によると思われる損傷、ライフラインの埋設による損傷が見られた。2006年、平成18年7月28日に遺跡の重要部分であり、その大部分が旧高電、 または、空地となっている約4 3トルが仙台郡山管外石群として国の史跡に指定された。2007年平成19年7月26日には史跡範囲が追加指定された。郡山遺跡の区域内にある仙台市郡山遺跡発掘調査事務所及び仙台市立郡山中学校に当遺跡の展示室が各々設置されている。 見学には事前の予約が必要だが、見学料は無料で平日の9時 -17-00 に可能。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。